新型コロナウイルスについて県と奈良市は今日新たに59人に感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認された59人のうち居住地別では奈良市が23人大和高田市生駒市が7人橿原市が4人などです年代別で見ると30代が13人と最も多く次いで40代が11人となりました 現在の感染者の数は860人、このうち重症は17人、中等症は141人で、入院・入所を待っている人、自宅療養中の人は305人です県内ですぐに運用できる病床などの使用率は、重症対応病床が50%、これを含む入院病床全体では60%。 宿泊療養室は33%です。